です。重たい週明けをサッカーでちょっと明るく、週明けイレブンにマナが帰ってきました。皆さんお久しぶりです。そして、不在の間にたくさんのチャンネル登録者数が増えててびっくりしています。皆様ありがとうございます。今週から、参謀長は、いません。私マナが、MC になり、やっていくことになりますので、今後とも皆さんよろしくお願いします。このステイホーム期間中などは、学業が本当に大変で、お休みをさせていただいてました。皆さん本当にありがとうございました。それでは、レギュラーコーナーに入る前に、LC で結果等を出すようになっています。忘れちゃいました。出てるのでそちらもチェックしてくださいねということです。それではレギュラーのコーナーに行きましょう。週明けヘッドライン、 J リーグ日本代表編からです。出ましたか？はい、出てますね。1番、 J リーグ4ヶ月半ぶり有観客試合、サポーターにも明暗、何があったんでしょうか。2番、川崎流新しい生活様式オンラインフロンパーク。3番、 J2 栃木 FC クラブ史上初、大宮アルディージャに勝利。4番、激レアさん年俸120円、アビコ選手登場。5番、 AFC アンダー19ウズベキスタン選手に向け代表指導。ピックアップは4番目です。激レアさん年俸120円、アビコ高政選手登場。7月18日土曜日放送、テレビ朝日系列、激レアさん連れてきたに J3YSCC 阿比古選手が登場。皆さんご覧になりましたか？若林さんが出ている番組ですね、オードリーの。はい、年俸120円は桁と間違いではありません。お金ではなく夢を追い続けるプロサッカー選手の素顔や経歴に迫り、120円の意味とは何を語ってくれたのでしょうかということです。こちらも放送されてしまったそうですが、TVer とかで、配信が1週間ぐらいは多分見れると思うので、そちらで気になる方はぜひチェックしてみてください。続いて R リーグ編です。はい、1番、と4部開幕、ホンダ、ホリエモンのチームと対戦し大勝。2番、広島県1部福山シティ17対0で開幕戦勝利。3番、中国リーグ、中国サッカーリーグチャンピオンシップ2020開催決定。4番、いわき FC、地域健康促進のクラウドファンディング開始。5番、奈良クラブ、ゴール数に応じてランドセルを寄贈。ピックアップは3番です。中国サッカーリーグ、チャンピオンシップ2020開催決定。中国リーグの中止に伴う代わりのカップ戦、中国サッカーリーグチャンピオンシップ2020の開催概要が発表。 NTM 岡山、デッツオーラ島根を除く8チームが参加し、8月30日2グループの予選リーグが開始。上位2チームが決勝トーナメントに進出し、9月27日の決勝で勝ったチームが地域チャンピオンズリーグに出場する。例年にない一発勝負、どのチームが勝ち上がるか要注目ですということなんですが、この地域チャンピオンズリーグはやるんですよね？まだわからない。全国社会人サッカーリーグ全社っていう方が、中止になったと今日発表が、ありましたということも一応付け加えておきます。以上、R リーグ編の、ピックアップでした。それでは特集に参りましょう。それではお願いしますね。 VTR スタート。はい、それでは本日のオンライン出演インタビュー、毎週 JFL のクラブの方登場していただいてますが、今週はベルスパ大分ミッドフィルダー背番号7番宮内選手でございます。ベルスパ大分宮内選手というのが
とても私自身が今新鮮な気持ちで喋ってますが、もうこの週明けイレブンね、この2シーズンずっと見てる方には松江シティのスーパースター宮内選手っていうのがおなじみだと思いますが、今シーズンからベルスパ大分に宮内選手は移籍して、同じね、同じ JFL でのクラブ間で移籍して、今シーズンからベルスパに入っておりますと。あと詳しい宮内さんの生まれ年1988年生まれ神奈川県と、もともと YSCC の、アカデミー、アンダー18の時までは横浜で、ね、サッカーをしていまして、2016年に、YS のトップチームには昇格していますと。 J3 デビューしてます、4月10日秋田戦と。でその後2018年から中国リーグ、当時中国リーグの松江シティ、そしてもうね、もう記憶に新しいですよね、あの2018シーズンは無敗で、リーグ戦全勝、チャンピオンズリーグすべて無敗で、勝ち上がり JFL 昇格と、もう中心中の中心選手でございました。私もその時に、2018年の、茨城の全勝やね、松江ラウンド予選、チャンピオンズリーグ予選ラウンドからずっと宮内選手を追いかけておりまして、そして去年は2019年、苦しみながらも松江シティギリギリ最終節で、残留を決めてと、確かあれは12月の頭のゲームだったと思いますが、12月の最終節、私もドラゴンズ戦を、現地で見て、最後宮内選手に、インタビューした以来のご登場になりますということで、さあ私の話は これまでにしてご本人に登場いただきます。宮内選手です、お疲れ様です。お疲れ様です。お久しぶりです。お久しぶりです。去年の12月以来。そうですね、はい。もう早いですね、もう。7月なんで。苦しみ抜いて、ほろ苦い思い出の、はい、ドラゴンズ戦の最終節以来ですが。そうですね、めちゃくちゃ久しぶりですね。お久しぶりです。まさか大分に、大分にいるとはっていうのが、はい、私もびっくりしました。まあ、ファンのみんなびっくりしてますけど。おかわりないですかね。まあそうですね、まあ調子は今上がってきてるとこなんで、あとはそうですね、周りとしっかりとコミュニケーションを取ったりして、うん、まあ、連携高め合っていけばいいかなっていう感じですね今は。松江シティで2シーズンプレーして、はい、いきなりの質問ですが、はい、なぜベルスパ大分に移籍しようと思った、そこがまずは聞いてみたいんですが。まあ、まずは、そうですね、ベルスパ大分からのオファーの熱意がすごい強くて、はい、まあ、自分を本当に必要としてくれてるなっていうのが感じたのがまず一つ大きな部分と、うん、まあ、松江でまあ2年間やってて、まあ、なんていうんですかね、その成長がないって言い方は変かもしれないですけど、自分自身のね、そうですね、自分自身のその自分もある程度その結果も出して、うん、まあ、チームの中じゃまあ必要とされてたかもしれないんですけど、うん、その刺激が足りなくなってしまって、なるほど、まあ、挑戦、ね、そうですね、はい、うん、モチベーション的にやっぱこのままじゃ自分自身が得しないなと思って、うんうんうん、って時にまあ自分たちより上の順位にいるし、うん、まあ、やった時にまあ力の差見せつけられて、やっぱベルスパ大分さんからの声なんで、うん、まあ、自分のプラスになるんじゃないかなと思って。やっぱり環境を変えて新しいチームで、はい、新しい土地でクラブでプレーすることが自分にとっても刺激だし、むしろやんなきゃいけないっていうね、プレッシャーも当然自分に、はい、自分が自分にかけられるしっていう、ね、そうです、はい、刺激が、まあ、何より刺激がやっぱ欲しかったっていうのが一番大きいですね。まあ、昨年ベルスパ順位的にはね、上位陣好成績でしたし、はい、これ私がただ勝手に命名しただけですが、スーパースター宮内さんといえどもですよ、はい、レギュラーが確保されてるわけじゃないチームに飛び込んでるわけですから、当然ね、はい、今年の1月2月3月頃、この通常であれば開幕前はね、本当にまずはレギュラー取ってスタメン出て、はい、すると思いきや JFL の開幕がずっと延期して7月19日まで延びました、はい、この半年間、約半年間、はい、ちょっと長いですが、半年っていうのはちょっと長いんですが、宮内さんどんな風に過ごして何考えてきたかっていうのは語れることありますか。
まずはやっぱりそのコロナにまずかからないことはもう絶対意識して生活してましたし、うんまあ、あとは今流行ってるズームのトレーニングとかで、うん、なるべく体のそうコンディション落とさないようにトレーナーとかがいろいろ考えてやってくれてたんで、まあ、体がちょっと大きくなったっていうのはありますね前よりは、まあ、あと自分でその自主的に外を走り行ったりとかはまあ心がけてやってましたねこの長い期間は。フィジカルのコンディションは非常にいい状態でずっとキープできてたっていう意味ですか、もしくは割と筋トレとかも結構できたなみたいなことですか。そうですね、筋トレとかできてちょっとは良くなったんで、うん、そうですね、まあ、ちょっとまあ心拍系 の、 その、うん、やっぱ衰えはその練習始まってから感じたんですけど、うんまあ、体の筋肉系のところは全然気にすることなくプレーできてたんで、当たり負けないように、まあ、相手のセンターバック必ず潰しに来るじゃないですか、はい、前ボール向かしたくないしって、はい、そこで、はい、こうそうですね、筋力っていうかね、はい、その強さ欲しかったところですか、ちょうど。そうですね、欲しいところではあったんでちょうど良かったかなっていうのはあります。練習はチーム全体でスタートできたのは何月頃からだったんですか、大分の方は。5月の終わりぐらいだったと思うんですけど、うん、6月入らないぐらいだったんで、ちょうど確かあと2ヶ月あるかないかぐらいのところで練習始まったんで、リーグ開幕の2ヶ月前にはスタートできたんですね。そうですね、はい、そこら辺でやっぱコロナもちょっと落ち着いて、うん、まあ大分もそこから本当何ヶ月も何週間も出てなかったんで、うん、ちょっと関東とかに比べたら早めに練習再開できたんで、ね、横浜生まれというか、まあ、神奈川地元じゃないですか、もともと。私今東京ですけど、もうすごいですよ、今でもすごいです、はい、それと比べれば大分は、まあ安全って言い方変かもしれないですけど、まあ、そんなには今ニュースも全然大分は出てこないんで、そんなにピリピリしてない。そうですね、まあ、結構みんな外で歩いてる感じもありますし十分気をつけてね、まあ、逆に、まあ、そうですね、あの危機感ないのかなっていうのは感じたりもしますメンタル的にはナーバスになったりしましたか、せっかくまあ移籍して大分暮らしてなんか始まんないのかみたいな感じで、ほら、まあ、ちょっとそうですね、やっぱり危機感があってもともと移籍してるから、ね、試合をやりたいっていう気持ちの方が強かったですし、うんまあ、でもなんつうんですかね、まあまあ、でも下手にそのナーバスになる必要ないなと思ってて、まあその開幕いつしてもいいようなイメージだけは持っといて、その日頃なんですか、もうサッカーのこといろいろ考えながら生活してたんで、まあ早く、まあ練習が早く始まってほしいなっていう感じでしたね、どっちかっていうと。なるほど。もうボール蹴りたいみたいな感じでしたね。やっぱり一人いるときは走るとか、まあせいぜい縄跳び筋トレみたいなね。そうですね、なかなかやっぱボールは蹴れないんで、やっぱこうボールを触って感触、特にドリブラーだしアタッカーだし、はい、ちょっとボール触ってないのはちょっとやっぱ不思議な感じありましたね、はい、初めてですね、こんな、はい、こんなにタフな筋トレする時期今までもなかった、はい、なかったですね、まあ、それがこれが功を奏してね、この7月19日から始まるね、はい、短いシーズンですが、シーズン通して、体力っていうかね、スタミナも全然去年より上がってるなってなるといいですね、こうそれが構想してね、はい、そうですね、新たな刺激っていう意味ですね、15試合の短いリーグ戦になったんですね、はい、でこれ開幕スタートダッシュ決めたチームが必ず優勝するだろうとはもう皆さんが思ってるんですけど、はい、どうですか、昨年はギリギリやっと残留できた、だって苦しいシーズンだったけど、今シーズンの大分で自分がプレーするっていう意味での楽しみや、その何ですかね、モチベーション、刺激っていうのはどうですか。まあ本当に15試合、はい、まあ、大分の選手は前線がやっぱいい選手多いんで、うん、まあ、まずそこの選手たちとしっかり張り合って、うん、まあ、スタメンを取れるように、まあ、やりたいのと、まあそうですね、まあ、15試合っていう短い期間なんで、まあ、本当いろんな選手にチャンスが回ってくるとは限らないと思うんで、うん、
うん、もし仮に自分がチャンス来たらやっぱりそこをしっかり結果にこだわってやっぱりチャンスものにしないといけないかなっていう、まあ、それこそやっぱ自分にいい刺激になってるなっていうのはあります。30試合があればリーグって、はい、30回チャンスがあると思うべきけど15回ってかなりないよねっていうのが、はい、そうですね、特に前の前線の選手にとってはそんなにチャンスないよねって、はいはい、パッと思うんですけどやっぱそう感じますかね。まあそうですね、まあでも、うん、結果出せば絶対に変わると思うんで、その雰囲気は本当だから決めれるときに決める、自分が出場したときには決める、そういう集中力っていうかね、今まで以上に今シーズンはより高いものが求められるのかなと思いました。まあそうですね、やっぱりもう1試合出たら1点決めるぐらいの感覚でいかないとダメかなっていうのはありますね。それでまた次のステップにね進みたいっていうのがね、まあ、宮内さんの本音ですもんね。そうですね、去年ドラゴン戦終わった時にもう今だから言います、もう松江の選手ではなくなったので今だから言います、J3 で J リーグでプレーしたいってあの時もドラゴン戦なんて言ってたんで、はい、まだまだこの年齢なんで可能性無限に広がってると思うんで、ぜひ今シーズンのベルスカで輝いてほしいなと思ってます、はい、あの見に行ける機会いつのタイミングで作れるかはまだ私も未定ですが、はい、必ず見に行きたいと思います。あのスタメンで出てる時に見に行きたいと思います。頑張ります。はい、大分で暮らすのは初めてですよね。そうですね、はい。どうですか、温泉もいっぱいあるし、どうですか。はい、いや、温泉本当にめちゃくちゃ最高なんですよ。いっぱいあって、いろんなところあって、しかもその関東とかのやっぱ温泉に比べるとすごい安くていいところあるんで、めちゃくちゃいいです。羨ましい、はい、羨ましいです、まあ、しかもあとご飯とかもね、めちゃくちゃ美味しいですよ、ね。九州は牛、豚、鳥、何でも美味しいですね、はい、何でも美味しいですね、本当に。魚もね、最高に。そう、魚も美味しいんで、もう本当、来てよかったなって思ってます。充実してますか、じゃあ、割とこの暮らしというか。あ、そうですね、はい、暮らしは生活環境、そうですね、環境はいいですね。ぜひ宮内さんからこう JFL、ね、ベルスパ大分見てる、応援してるファンも含めて JFL、はい、やっと開幕するって楽しみにしてる方ずっと待ってたんで、何か最後メッセージをファンの人に向けて、サッカーファン、JFL のファン向けて、松江で勝って応援してくれた人たちも松江対大分戦を楽しみにしてると思うので、はい、ぜひそれでオンラインインタビュー締めたいと思います。はい、まずここまでご覧になってくださってありがとうございます。まあ、そうですね、まあ、自分ももう JFL 開幕がすごい待ち遠しくて、まあそうですね、まあ、イメージはめちゃくちゃしてきたんで、まあ、そのための準備は今してる途中なんで、試合が始まったら、まあ、自分の 100% のパフォーマンスを、まあ、試合でしっかり見せるので、今まで応援してくださった方や、もう新しく自分のことを応援してくれる人が増えればいいなって思うのと、やっぱりまだまだ日本じゃ JFL っていうリーグがやっぱりそうですね、その知名度が低いんで、まあ、自分たちが、サッカーで盛り上げて、もっともっといろんな人に、サッカーのその JFL での魅力とかも、伝えていけたらいいなと思います。まあ、開幕は遅くなったんですけど、これからも、JFL のリーグを一緒に盛り上げてください。お願いします。素晴らしいです。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。短い時間ですがオンラインインタビュー締めたいと思います。ありがとうございます。また何かありましたらよろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました。先生、ありがとうございました。切ります。はい、ありがとうございます。失礼します。明日、皆さん期待しましょう。宮内さんからのね、JFL もっともっと注目してほしいっていうねコメントもありましたから、7月19日から開幕してます。1節終わって、2節からまた8月まで2節ちょっと空くんですけど、8、9、10、11と続きますから、ぜひ各チームね、注目選手たくさんいますし、オンライン戦インタビューでも何人も出ていただいている方いますから、ぜひ注目してください。というわけで、宮内選手のオンライン戦終わりです。
宮内選手、昨日 J フィールが開幕し、試合に出場していましたね、これからのご活躍に期待しています。宮内選手ご協力ありがとうございました。続いての VTR スタート。はい、それでは、続いてのオンライン出演インタビュー、初ですかね、中国サッカーリーグから登場ですということで、ベルガロッソ浜田という、これチーム名が確か変更になって、昨年までが浜田 FC コスモスというね、今年からベルガロッソ浜田というチーム名になりましたが、今シーズン2020年からこの浜田のチームに加入しました。ミッドフィールダー背番号7番長谷優選手でございます。まずチーム名が初耳だっていう人も多いかと思いますし、長谷さんって誰ってね、思う方もいると思いますが、私としてはこの修学イレブンで何度も取材しました松江シティ、去年まで松江シティでプレーしてましたし、私確か2018シーズンね、あの昇格するチームの時も地域決勝ね、松江ラウンドとかね、私現地にいましたから、よく行く会うたんびに、長谷さんとはよくお話ししておりましたというで、それではご本人に登場いただきましょう。長谷さん、こんにちは。あ、こんにちは。お久しぶりです。あ、久しぶり。あの1990年、94年生まれ。はい、今年で26になり、この間なりました。はい、6月の5日で。はい、地元の浜田市出身ということで、はい、生まれ育った町の浜田 FC コスモスっていうのは、はい、子供の頃から あったんですか、なんかその、あ、ありました。はい、はい、小学生時代ぐらいの時はなんかありました。はい、そこのチームのサッカースクール行こうとかなかったんですか。はい、な、そうですね、別のあのジュニアのチームに行ってたんで、その当時は多分まだジュニアのチームがなくて、チームあのベルガロッソ時代の、はい、大人のチームだけしかなかった、はい、けど、そうです、存在はもちろん知ってた。ね、あ、はい、知ってました。で、高校から浦和レッズユースっていうことで、はい、いわゆる越境留学ですね、高校。そうですね、はい。もうレッズのユースっつったらねって感じですよね、当時ね。そうですね、僕の、はあ、少し上の代が、ちょうど10年前ですもんね。はい、あ、で、トップに高校のと、はあ、高校からね、18、19の時、はあ、トップに上がれず、大阪体育大学と。はい、あ、それで2017年から松江シティなんですね。そうですね、はい、あ、その今か3年前ですから、24、22、23、 大学出てすぐ松江シティってことですか。はい、そうです、はい、23から、はい、いました。ざっくり聞きますけど、はい、2019年まで、はい、まあもうレッズユースからですから、16歳からこの26歳ぐらいまで、はい、10年間駆け抜けてきて、はい、どんなことを感じますか、今率直に。そうですね、いろんなもの見て、まあ、いろんなもの感じたと思うんですけど、はい、はい、まあ、当時は16歳の時は、まあ、ユース入って、うん、まあ、このまま、まあ、トップチーム上がりたいなとか、うん、あ、まあ、漠然とこう上がれたらいいなみたいな思ってて、大学なんて行く感じっていうか、うん、行く考えは全くなかったんで、はい、あ、で大学に行くことになって、あ、でそこでもまた島根のチームになんか戻ることはないだろうと思ってたけど、うん、結局松江にまた入ってっていう感じで、うんうん、あ、まあ思ってる通りには行ってないかなと思います。うん、あ、やっぱりそれは、はい、サッカー好きだし続けたいし、何か思いがあって今日現在まで来てると思うんですけど、はい、プロに なれなくてもプレーしようと思ったっていう、はい、しかもその松江シティにしようと思ったのは、はい、どこがポイントでしたか。まあ、正直、うん、プロになりたいなと思ってずっとやってて、うんうん、大学の1、2年生の時はもう地域リーグの存在すら知らない状態だったんで、うんうん、はあ、でも
まあ、当然プロの声がかからない中で、うん、でもサッカーは自分の中でも続けたいし、うん、ってなってる中で、まあ、その松江 FC っていうチームの存在を知って、うん、あのまあ地域リーグですけど、まあ、上を目指してやってるチームがあるんだなっていうことを知って、うんうんうん、はい、で上を目指してるんだったら、あのまあ一応地元でもあるので、松江出身ではないです。そうですね、はい、島根、ね、ここでね、はい、島根県のチームなんで、うん、まあそこであれ J リーグに行けたらいいなっていう考えでした。はい、2017年の時はすでに田中浩二、はい、当時監督がちょうど来た年ですか、はい、来て2年目ですか。2年目ですね、はい。やっぱりこの松江シティ本気で全国リーグ JFL 上がろうとしてるなとは感じましたか、こう来てみて。まあ、個人的に、うん、そのなんていうんですかね、そこまで上がろうっていう意識で自分がやってなくて、あ、まあ、周りの、まあ、周りのもう、ね、うん、はい、もうサッカーやりたいっていうだけで来て、うんうんうん、はい、あ、まあチケットとか全社も初めて経験して、うん、はい、あ、そこでそういうところでやっぱりあのやっぱ上目指してるチームなんだなっていう初めて実感しました、ね、はい、あ。自分のモチベーション自体は2018年からは変わった、上がったってことですか。もう絶対昇格したい、全国リーグの、そうですね、はい、JFL 上がりたいなと思ってましたね。 JFL でプレーしたいなって当然思って、はい、思ってましたね、はい。あの2018シーズンはパーフェクトなチームだったと思うんですけど、はい、そうですね、はい、プレーしてた、いいチーム、プレーしてたご本人、はい、もしくはご本人から見たチームメイト、あのチーム、あの2018シーズン、はい、どう感じてたんですか。そうですね、やっててすごいやっぱ楽しかったですし、うん、まあ、誰一人サボらないし、うん、はあ、もうチームの団結力っていうか、うん、もう雰囲気もすごく良かったんで、まあ、すごいいいチームでしたね。まあ、たまに今もこうふと写真とかでこうたまにこう出てきたりするんで、そういうの見て思うんですけど、やっぱりいいチームだったなと思います。はい、18シーズンの松江シティを初めて見たのは茨城の前者だったんですけど、はいはいはい、1回戦藤枝市役所戦だったと思うんです。あ、はいはい、強烈ですね、僕のインパクト、印象が。本当ですか。このチームやばいなみたいな。で、あっという間に5日間じゃないですか、あれ5日間連続だから。そうですね、はい、あっという間に、あの日土曜日のひたちなかで、はい、藤枝市役所戦見て、はいはい、松江シティやばいなみたいな、はい、あのポジティブ、褒めてる、褒め言葉ですよ、はい、このチームやばいみたいな、はい、であっという間に水曜日鹿島スタジアム、はい、そのたった5日しか経ってないんですけど、僕の心の中では、はい、まあ優勝するの当たり前だよねぐらいのね、はい、負けるわけないよねみたいな感じで見てましたよ、はい、もう水曜日の時点では、うん、松江が普通に勝つだろうなみたいな。はい、でそれで迎えて今度11月チャンピオンズリーグ、はいはい、まあ松江ラウンドだったじゃないですか、地元、はいはい、僕行った時ももう衝撃、前者の時より強えみたいな感じ で、 、はい、であの時ちょうどお話ししたなと思って、その時にね。あ、そうですね、はい、そうですね、まあ、たまに今の昔のチームメイトともあのやり取りする中でやっぱりすごい話題にも出てきますし、はい、まあ、またやりたいなとは、ね、はい、個人的には思いますけど、はい、で昨シーズンなんですけどね、これみんなが気になってるんですよ、はい、サッカーファンのみんなが、はい、1年目 JFL、はい、大変だったでしょ、はい、勝てなくて。そうですね、大変でしたね、チームは苦しいでした、はい、状況でした、ね、中谷さんもなかなか先発で出れる機会もちょっと少なかったシーズンだったと思うんですけど。そうですね、先発JFL に関してはないですね、去年は。どうですか、こうベンチから見たりしてて、JFL の質、レベルというか、はい、まあ、やっぱり地域リーグよりかは能力、あの身体能力だったり、うん、まあその一瞬の隙をついて仕留める力であったりが、やっぱり僕らにはない経験してる部分がたくさんあったので、うん、はい、まあベンチから見てて、まあもどかしい気持ちではいましたけど、
まあ、気持ちの中では、あの、試合出たいなっていう気持ちで毎回見てました。そうですよね。はい。そっちの悔しさの方が当然強いですよね。出れない悔しさの方がね。はい。JFL で対戦して一番やばかったチーム、はいはい、教えてください、昨シーズン、はい、個人的に見てて、やっぱホンダ FC さんと、うん、今治さんは個人的にすごい、うん、あの印象に残ってますね、はい、もう J リーグのクラブとクオリティ変わんないんじゃないかなぐらいの印象ってあるもんですか、ピッチレベルで見てる選手も。そうですね、はい、僕はあの、まあ、両方とも、うん、まあ、ピッチには立てなかったんですけど、うんうん、まあ、ベンチで見てて、うん、もうすごい J でも通用するというか、もう J リーガーのレベルを間近に見てるような感覚でしたし、ね、はい、まあ、スタジアムの雰囲気とかも含めて、うん、はい、まあ、強いなと思いましたね、こういうチームは。なので、J クラブのユースからね、最初プロを目指して、はい、今度は、はい、中国リーグの、はい、地域リーグから JFL 昇格っていう目標を今度は叶えて、はいはい、そして2020年ですよ。ここで選んだクラブが、このベルガラスト浜田ですね。はい、はい。どんなクラブですか、我々全く知らないので、まだ。はい、ぜひあの 広報部長のつもりで宣伝していただきたいんですけど、はいはい、教えてください。そうですね、クラ、まあ、みんな練習は夜なんですよ。うん、はい、夜で、それまでにみんなあの日中、それぞれ仕事して、夜集まって練習するっていう形で。うん、どんな選手がいますか、その例えば、はい、松江でプレーしてた選手は自分だけかどうかとか、はい、その元J の人結構いますよとか、なんか何でもいいんですけど、あ、そう、地元出身のやつが多いですよとか、なんかそういう特徴はあったのか。そうですね、半分ぐらいは一応地元の選手で、うんうん、はい、でここ数年で、県外の選手も増えてきて、うん、はい、元 J リーガーはいないんですけど、うんうんうん、はあ、まあ、カテゴリー的には自分が今一番 JFL でやってた経験があるんで。なるほど、はあ。年齢的にもまだ若い選手が多いってことですか、じゃあ大卒ぐらいの。そうですね、一番若くて19歳。なるほど。で、はい、上で38かな。お、はい、もうかなりの大ベテランの、もう。そうですね。ずっとクラブに、ね、はあ、プレー、そのチームでプレーし続けてるぐらいの選手ですね。そうですね、はい、長い選手はいます。なるほど、なるほど、はい、普段お仕事は不動産会社の営業マンなんですね。はい、そうです、はい、私あのユニフォーム着てる姿しか、はい、出会ってないので、はい、今日スーツじゃなくてちょっとすみません、はい、今度見せてくださいよ、こうビシッとした、はい、スーツ姿のね、はい、事務所の方にあの遊びに来てもらえれば、はい、多分 はい、そのバナーに載ってる会社に所属選手もみんな働いてる会社が多いのかなと思って、はい、そうですね、はい、はいはい、中谷さんの会社も そこ映ってるんですか、そのバナーには。僕は、はい、ここにこのここですね、はい、見えますか。やや引き気味で見えないんですけど、もう。あ、そうですか、はい、会社名言っていただいて、言っていただいた方が、はい、はい、有限会社クレバーです。クレバーさん、はい、営業担当、はい、ベルガラストもサポートをしていただいて、はい、やっぱりこう地域のクラブ、地域リーグのクラブ、はい、地域と一緒にサッカーを通してね、盛り上がっていこうっていうのが伺える。そうですね、はい、まあ、小さい町ですけど、うん、あのすごい、あのまあ企業さんとか団体さんとか含めて、うん、まあ、あの個人で応援してくださる人もたくさんいるんで、はい、はあ、まあ、ここだけじゃないですけど、そうですよね、はあ、はあ、すごいたくさん応援してもらってます。再び中国リーグを戦うことになりましたが、はい、中国リーグをよく知るのはもうあなたじゃないですかぐらいのチームの中ではそういう存在だと思うんですが。そうですね、はい、あ、
松江シティが卒業してしまった中国リーグ、いかがですか、はい、全体、中国リーグ全体を見て。はいはい。こうチーム的には、うん、まあ、まだまだ上に食い込んでいけるような力は正直ないので、うんうん、はい、まあ、松江にいた時のことを考えると、うん、まあ、勝って当たり前っていうところから、うん、今度はまあ上の、まあ、三菱さんだったり、うん、SRC さんにこう、対等にやれるように、うん、しないといけないので、まだまだ数シーズンが必要だなっていう感じですかね。そうですね。リーグ優勝争いです。食い込むにはね、今シーズンよりはあと2シーズン3シーズンだなっていう感じですか。はい。戦術的にも、まあ、うん、あの選手の補強とかも含めて、うん、まだまだって感じはしますね。はい。チームとしてクラブとしては今何を目指しているっていうのは あるんですか。まあ、2030年の JFL、うん、昇格を目指して今の活動してるんで、はい、ロングスパンですね。 10年10シーズン。そうですね。はい。その時ご自身の年齢は多分37歳ぐらいになってると思いますが。そうですね。はい。続けてたら自分はどう、はい、これからどうありたいと思いますか。そうですね、あと10年後になったらもう36の年なんで、はいはい、もし現役続けてたらもうベテランの年になるんで。もちろんですよ。はい。まあ、それまでにはやっぱり JFL 昇格は達成しておきたいですし、うん、はい、まあ、クラブを支えるベテランじゃないですけど、うん、なんかこう影響力のあるような選手であったりチームの人材になれるようにはしたいなと思いますね。そうですよね。はい。もう経験と、あとそのクラブとそのパートナーを結んでる会社の社員もやってるわけですから、はい、やっぱり10年後にはね、もう不動産会社の中でもね、はい、本部長あたりにも出世してねそうですね。会社にも貢献しながらね、クラブの JFL 昇格に貢献してるぐらいのね、はい、はい、そちらの方も頑張らないといけないです。はい。だからもうあの働きながらサッカーを続けるという意味ではこれからも変わらないと思うんですよ。はい。だからやっぱり自分を必要としてくれる会社や地域やクラブのためにサッカーを通して生きていこうっていうのは、はい、僕はそういうの好きなんで、はい、これからの、そうですね、これからの活躍をすごく期待してる、はい、ますし、はい、中国リーグを見に行く楽しみがこれで増えたので、私も。はい。はい。はい、ぜひまた来てください。コロナで止まってしまった期間、まあ、はい、自分で一人でトレーニングしたり、当然仕事は仕事でしなきゃいけないわけじゃないですか。はい、いろいろそこらの苦労もあったと思うんですけど、はい。どうですか、この6月末、7月をもう迎えて。はい。どんな心境ですか、今は。そうですね、やっと全体練習っていうか、うん、あの6月入って練習再開できるようになったんで、はい、まあ改めてあのみんなでトレーニングして、うん、なんかやっぱサッカー楽しいなって思いましたし、うんうん、まあ思いつつも試合の日程がもう組まれてるんで、まあそこに向けてやっぱ準備しないといけないんで、またこう1回上げてまたコロナでちょっと休んでまた上げないといけない時期なんで、うん、はい、今体力的にちょっときついです、はい、そうですよね、はい、あと中国サッカーリーグは大学のチームが、まあ、やや多いじゃないですか。だからそうですね、はい、学生さんの都合もあってちょっと通常のレギュレーションというかその試合数とか、はい、遠征とかが難しいってお話は聞いてたんです、はいはい、そうですね、もうリーグ自体がもう中止に なってしまったんで、はい、1回戦で負けちゃうと終わっちゃうから寂しいですよね。そうですね、はい、なんかありますか、そこら辺は。あ、なんか今年1年のサッカーって自分や自分たちってどういう目標を設定しようとか、なんかいろいろチームメイトや監督たちは話相談になったりありましたか、そういう今年はどうしようっていう、はい、まあ
そうですね、当然まあ昇格に向けてはやりますけど、うん、まあ、チーム全体としてまだ前者であったり自決であったりっていう経験をした人があのいないので、うん、はあ、あのやっぱイメージが難しいと思いますし、はあ、まあ、でもその中でも中国リーグを戦ってもう降格はもう絶対許されないんで、うん、はあ、まあコロナで今こういう状況になってしまったんで、まあそこをプラスに捉えて、うん、はあ、まあ戦術的にしっかり落とし込める時期だと思うんで、はあ、まあ試合数は減りましたけど、まあ来年にはしっかりつながるんじゃないかなと思いますね。前者は中国予選はやるんですか？いや、ない。はい。去年の出場チームが一応推薦枠で、はい、ベルガロッソは今シーズンは出れない。そうですね。はい。じゃあ来年までお預けですね、前者ね。はい、そうです。はい。やっぱその経験するとしないで全然違いますよね、前者とか自決の経験ってね。そうですね。やっぱり本当のもうリーグ戦では感じ取れないあの真剣勝負のバチバチさっていうか雰囲気っていうのは、ね、はい、それを経験、はい、それをまた体感してて語れるのは永谷さんだけですから。そうですね、まあその経験したのも大きいと思うんですけど、まあその中で、うん、まあ全勝で負けなしで、いやー、やっぱりそうですよ、はい、そこの経験もなかなか他のチームも含めてしてる人はなかなかいないと思うんで。本当ですよ。はい、すごいいい経験させてもらったなと思ってますね。だからぜひチームメイトにとっても、はい、2021年のね、はい、全国大会の経験をね、チームメイトにとっても必要な経験は、はい、永谷さんがたくさん伝えることがあるから、はい、それも楽しみにしてます。今年は、はい、あのね、前者の予選がなくなっちゃったんで残念ですけど、来年、来シーズンのは楽しみにしてますので、はい、頑張ります、はい、頑張ってください、本当に、はい、はい、また機会があれば番組にもご出演ください。ありがとうございます。はい、ぜひよろしくお願いします。それではオンラインの電話切ります。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。また、はい、さよなら、はい、ありがとうございます。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということでベルガロッソ浜田背番号7番永谷優選手でございました。永谷選手、ありがとうございました。これからもご活躍を期待しています。今週からオンラインインタビューは2人ずつのご紹介になりました。よろしくお願いします。それでは投稿メールに入る前に一つ訂正があります。私が、間違ってしまいました。ごめんなさい。R リーグ編のトピックの方で東京都4部開幕本田ホリエモンのチームに勝利というようなことを言ってしまったのですが、ホリエモンのチーム、本田圭佑のチームともに大勝ということでした。訂正してお詫びいたします。申し訳ありませんでした。それではエンディングに入ります。はい、番組では皆様の投稿をお待ちしております。週明けイレブン @gmail.com もしくは、週明けイレブンのツイッターの方にダイレクトメッセージでお待ちしております。画像動画は1分以内なら OK です。よろしくお願いします。それでは最初のメールです。週明けイレブンの皆さん、こんばんは。ホンダ FC ファンのまさこです。今日はネットで見た情報ですが、アメリカの2部 USL の、フェニックスライジング FC の無観客試合を紹介したいと思います。USL では地域で5グループに分けてリーグ戦を再開しました。その地域によって観客を入れたり無観客にしたりしています。中南部のアリゾナ州フェニックスでは無観客でしたが、この段ボールサポーターや応援団の横断幕やフラッグが素敵ではないですか。段ボールサポーターは素直でおおらかなアメリカ人らしく楽しいし、ディスプレイの仕方も効果的です。また
このダンボールサポーターは病院の子供のための献金になっているようです。横断幕もサポーターの存在が伝わってきます。フェニックスライジング FC は2019年はぶっちぎり首位でリーグ戦を制覇、メジャーリーグサッカーの参加を目指しているクラブです。熱狂的なサポーターや盛り上がるスタジアムが楽しそうです。また私がツイッターでこちらの画像を紹介したらチーム名以外日本語だったのにエゴサーチしている方からサポーターとクラブの方から、感謝の返信がありました。サポーターへのお返事にホンダ FC の画像をつけたら良いスタジアムだし調べたら4連覇してるんだねとコメントがあり嬉しかったとのことです。まさこさんありがとうございました。こういう明るいエゴサーチはいいですね。はい、ということで投稿メールは以上になります。今週の放送はこれでおしまいになります。第114回の次回は、SC 相模原の富澤清太郎選手がオンライン出演していただけます。またもう一方いらっしゃるんですがそちらの方は来週のお楽しみにということです。それでは皆さんありがとうございました。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。さようなら。